ともとなんかライバル関係みたいな昔からあったじゃないですか、うん、まあ、今回梅さんが選んだのもそういう組み合わせだかなと思うんですけどね、アチャボーってギルティー勢から嫌われてますかね基本的に。これはあのもう 100% です。あれはひどかったですよ、あれマジでみんな怒った方がいいっすよ、お前感謝の気持ちないのかよ全部プレイヤーに謝ってほしい、あれはっていうぐらい、言っていいことと悪いことがあって、世間一般の評価がマチャボーが光に見えちゃっているし、メディアに出てるのもマチャボーだし、オガちゃんはヒールっぽい扱いになっちゃってて、逆にオガちゃんが光じゃないですか、マチャボーが闇だと思いますよ。まあ別に俺マチャボー嫌いじゃないですけど、あの多分あの二人を映したらマチャボー頑張るんですよね、けどギルティー勢はオガが頑張るなみたいな。画面やってきたんですかね、逆に通、まあ、ってみたいってなればあるかっていう、その慣れなかったものに対して今まで今も何でやってるのっていう、まあ俺は正直やっぱ人に恵まれてるっていうのも周りも言ってるんで、まあおそらく幸せになってる側なんだろうなみたいな、愛されてる、ちょっと小川さん目線で教えてもらってるところもあるんで、そういう意見とか参考にもさせてもらいます、萌えキャラ的な研究力がすごい、あ、安定的なプレイがすごいことです。実際まあいろいろ話したら面白い人なんですあ、でもあれやっぱチームメイトの壁なんですよ、要所要所でストッパーのところでちゃんとやってくれたりとか、久しぶりにすごい優勝できて嬉しいな、めっちゃ嬉しかった。別にあの建前じゃなくてオガちゃんの場合は本当になんか心配してるところもあったんで、いやー死んでたんじゃないですか、必死に生きてるんでミスしてほしくないですよね、なんかに集中していかないとダメなタイプ、でおばちゃんも多分ギルティーギアじゃなくておばちゃんの場合って、ザトウなんですよ、そうギルティーギアうんぬんではなくザトウがおばちゃんの生きがいになってるから、ザトウが弱くなればおばちゃんも弱くなるし、そこそこ楽しいキャラだったらおばちゃんもずっと楽しいし、佐藤のことバカにされたら自分のことのように怒るし、シンクロしちゃってるんですよ、まあ、じゃあ僕はそういうのバカにしながら生きてますから、生きてますからねメインには佐藤しかねえんだもんって言ってる、多分ね、まあ、じゃあ僕も分かってるから、まあ、チャボの知らない小川を出さないと絶対行かないと思う、っていうのもおばちゃんってマチャボに対してやっぱ勝てないんですよ、それが面白いんですけどね、けど勝てないだろうなっていうのが分かってるから勝ってほしい。